ということなんですけど、どうもこんばんは。今日も、とあるバンドを、まあ、紹介していきたいんですけど、まあ、その前に、皆さんに重要なお知らせ、発表があるんで、聞いてください。タイムテーブル発表、どういうことなんでしょうか。意味がわかりませんってことなんですけど、昨日の深夜に、松浦さんが、まあ、ツイッターを更新してたんですよね。で、何かなと思って見たところ、タイムテーブル発表と、書かれております。意味不明。で、まあこれ来週になるんですけど、まあ7月の30日土曜に、まあ大阪でミラージュのライブというか、ワンマンじゃないです。単独でもなければ、台湾です。まあとりあえずライブがあります。で、次の日は7月31日に、名古屋でライブあります。これも、台湾です。で、今回、まあタイムテーブル発表ってことなんですけど、何なんですかね、これは。ただ、この大阪公演の下の方に、ラストに大セッションありと、書かれております。まあ詳細は不明です。で、名古屋公演の下に、サプライズありと、書かれてるんですよね。どういうことなんですかね。歯直しましたみたいなね。そんなことなんですかね。で、まあご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけど、この大阪公演の、出演バンドですね。これ5バンドですか、5バンドいるんですよ。ちょっと発表します。デッドポップスターズ。で、ミラージュ。これ意味わかんないんですけど、ミラージュ、かっこ友情出演になってるんですよね。で、次、ザ・シーグレープス、ダレル、マーベラス・クルーエルティ。ここにテロップ出しておくんですけど、ちょっと最近のバンドだと思うんで、写真も何も僕調べてないんで、気になる方は個人で調べてください。もう一度言います。デッドポップ、ミラージュ、ダレル、ザ・シーグレープス、マーベラス、クルーエルティ。マーベラス・クルーエルティ。このバンドです。この3つは僕は聞いたこともないです。で、名古屋公演なんですけど、6バンド、出演するみたいです。ミラージュ、バニシング、ダレル、マチルダ、ネスプリエール・カイン、サクリファイス、以上の6バンドです。何これみたいなね。これバンド名みたいなね。よくわかんないんですけど、もう一度言います。ミラージュ、バニシング、ダレル、マチルダ、ネスプリエール・カイン、サクリファイスと、以上の、6バンドが、まあ、名古屋公演に、出演します。どうなんですかね。まあどうでもいいんですけど、チケットの方は、まだ売れてないです。松浦さん、ご丁寧に、まあ、URL 貼ってあるんですよ。で、何かなと思って見たところ、チケットの販売でした。で、僕調べてるんですけど、残りわずかでもないですよ。秋です。秋の丸です。で、ね、熱いファンの方いらっしゃると思うんですけど、高いんですよ。実際高いんで、中には行こうと思ってた人もいるかもしれないんですけど、なんでミラージュで5000円、6000円かかんだと、ふざけんじゃねえよと思ってる方は間違いなく多いと思います。ただ口に出さないだけだと、僕は思っております。で、僕調べたんですけど、2019年に、大人のシルバーローズで、まあ復活したわけじゃないですか。で、その時のチケット代なんですけど、確か3500円だったと思うんですよね。で、現在、どうなってるかと言いますと、こんな感じですよね。大人のシルバーローズなんですけど、昨日も言った通り、これ見たいって言われたら、僕は見たくないです。どうしても、初期の頃というか、ね、90年代の初めのね、活動してた、メンバーが見たかったっていうのはありますよね。これさ、言ったら悪いですけど、もう後ろのメンバーなんて売れないホストじゃないですか。誰こいつみたいなね。無理しちゃってんじゃねえのみたいなね。なので、まあ、年を取るのは、まあ仕方ないと思うんですけど、まあ、ビジュアル系って難しいですよね。保つことって無理じゃないですか。お金かけてメス入れようが限界ってあると思うんですよね。どんなバンドでも、まあ、劣化していくと。それは仕方ないことだと思います。で、なんかね、いろんなコメント読んでると、年を取ることは、なんか悪くないというか、いい年の取り方とかね、そういうのあると思うんですけど、ビジュアル系で売り出してるんで、まあ、できる限り保ってほしいなっていうのはね、僕はあるんですよ。まあ、いろんな意見あると思いますけど、よろしくお願いしますっていうことで、今日は、まあ、サムネで、わかりましたか、ワインが、まあ、3本並んでたと思うんですけど、あれに答えが書いてあります。多分、興味ある人はほとんどいないと思いますし、まあ、令和になって、聞いてますとか、まあ、今でも CD 持たれてる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、最近聞きましたっていう方は、僕はいないバンドだと思ってます。赤ワインで、シャトーラトゥールです。で、シャトーラトゥールなんですけど、まあ、動画紹介すると思いましたか？思ってないと思います。まあ、今までのコメント欄でも、まあ、一人も書いてる人はいなかったと思います。
います、中には、まあ、知らない方も多いと思うんですよね、まず活動期間が、短かったです。で、まあ、インディーズで終わってます、他には、まあ、特徴というかボーカルはクソ下です、まあ、表現するのは難しいんですけど、両手で首絞められてもう苦しそうな感じで歌ってる、まあ、声質はいいんですけど、まあ、そんな感じのボーカルです、もっと言えば、もともとこの方はボーカリストじゃなかったんですよね、まあ、全身バンドで、まあ、キーボードをやってたんですよね、まあ、だから下手っていうわけじゃないんですけど、まあ、曲は良かったかなと、ライブに行ったことはないんですけど、まあ、CD 何枚か持ってた記憶があるんですよね、なので、シャトー・ラトゥールを、無理やり紹介してやろうと、まあ、作ってみました。でまずは、歴史ですね、見ていこうと思います。こちらです、少ない、これだけなんですよね。活動期間と主な作品と、2001年に解散してしまいました、お疲れ様でしたっていうね、これだけなんですよね。まず、活動期間なんですけど2年間です、99年から2001年で、活動を終えてます。で、主な作品の前に、でまずは、シャトー・ラトゥールの、メンバーを見ていこうと思います。こちらです、メンバー5人です。ボーカルに、ツインギターに、ベースにドラムと、名前見てわかりますか、まあ、ほとんどの方はこのボーカルの優雅しか知らないと思うんですけど、まあ、僕も、こうして調べてみたんですけど、思い出せません。で、まあ、僕が勝手に思ってることなんですけど、このバンドってマティーナでしたっけ、アルアイディアでしたっけ、なんか似てませんか、僕似てると思うんですけどね、どうなんでしょうかってことなんですけど、次、主な作品です、2000年頃にデモテープと、まあ、シングルというかマキシシングルと、アルバムが、発売されました。でまずは、デモテープ見ていこうと思います。こちらです、2000年に、自虐、ライブ会場限定と、ミラージュと同じね、ミストと同じ、まあ、発売の仕方ですね。で、マキシシングルなんですけど、2000年にこれ7月から、まあ、1ヶ月単位で、発売されてます。滅亡、妄想、壮烈と、限定1000枚です。持ってる方いらっしゃいます？まあ、ここにこんな感じなんですよね。これ見てなんか、あ、これ記憶に合うぞとかね、持ってる方いらっしゃると思うんですよね。まあ、人気なかった中でも知ってる人は多かったんじゃないかと僕は思います。その理由はライブ結構やってたんですよね。ライブやってたと思います。まあ、少し、なんかチラシがあったんで、どうぞ。こんな感じです。結構スケジュール入れてません？入れてると思うんで、中にはね、シャトー・ラトゥール行ってましたみたいなね方もいらっしゃると思うんで、またコメント欄でお願いします。で、まあ、最後になるんですけど、アルバム見ていこうと思います。こちらです、2000年11月の、これが、最初で最後というか、まあ、フルアルバムになります。初回限定3000枚なんですけど、まあ、これも勝手に僕も思ってるんですけど、マキシングルもアルバムも、まあ、この頃のアーティストってなんか売れてるような、まあ、3000枚ぐらい売れてんじゃねえかと、僕は勝手に思っております。で、あとは、参加のオムニバスっていうことで、まあ、11月に、発売されてます。以上になります。シャトー・ラトゥールでしたっていうことなんですけど、まあ、ほとんどの方は、初めて聞いたとか、まあ、興味ねえよこんなバンドってね思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、これも YouTube になかったと思うんで、なんかメルカリとかでねもしあったら、まあ、僕買ってみようと思います。はい、ということで、まあ、今日は、どうでもいい無名バンド、シャトー・ラトゥールを、紹介してみました。まあ、気になる方は、まあ、聞いてみてください。ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。